どうも皆さんこんにちは。めちゃくちゃ久々だなこの画面。ゆうすけがネタ動画に走った時以来だね。ああ、そんなこともありましたね。そんで、今日はなんでこのスタイルでスタートしているんだ。今日はですね、なんとコラボが実現しましたー。マジで？ルートさんじゃねえか。そうなんですよ。ツイッターの DM を送ったところ心よくコラボしていただけることになりました。登録者のこのチャンネルより倍以上あるのに引き受けてくれるなんてありがたいね。本当ですよ。個人的に初コラボはルートさんとやりたかったので嬉しい。ってことで今回はルートさんと銃先をしたいと思います。銃先か、長いようで短い本数だな。案外10本って短いと思うので1本1本気を引き締めていきます。さあいつものように実況していきますか。今回は僕は今まで通り先折り GTR 固定でいきます。下手な戦法は使わないということだね。ルートさんは独特な形を組んでいますね。ルートさんはいろいろな形を研究されていたようなのでその一つなのかもしれないですね。連結が多くて中盤に強そうな土台だな。ここは先に2連鎖を仕掛けて先手を打つことに成功しました。さあそれによって本線を打たせることに成功。連鎖数はあまりなさそうだけど連結が多いのでしっかり伸ばさないと厳しいね。安全に連鎖で伸ばしていったのでとりあえず本線は打てました。さあ一応うまく入れたつもりだが、どこまで連鎖が入ってくれるか。7連鎖同時消しの8連鎖止まりだな。赤の下のヒーロー消える予定だったからちょっと思ったより火力なかったですね。まあ狙いは悪くなさそうだね。手直してきます。さてまずは1本戦死しました。10先なので流れを生かして練習していきたいですね。そうだな、こういう試合は流れは大事だよな。なんだかんだで緊張しています。初コラボってこともあって、でもあんまりプレイに影響は出てなさそうだからだ。その辺は大丈夫そうですね。おっとルートさんは5連鎖消しを取ってきましたね。これはかなり裏を変えたような意図がありそうだな。まだこちらはしっかり6連鎖を組み上げる。これだけしっかり詰めればいいでしょう。って思ったら全消しからの全消し、これによって有利なくなりました。勝ち確定だと思ったがまだ安心できなさそうだな。急いでカウンターを組んでいきます。ルートさんはここで全消しを消化してきたね。一応カウンターは組めたからまだ耐えられそうですね。だが残りのスペースがかなり狭いのでこれはツモが噛み合わなければやられそう。これはどっちが有利なんだ。ぱっと見わからないよね。部余量的には同じくらいのように見えるけど、こっちはもうスペースが足りないので打っちゃいます。これは5連鎖くらいだね。確実に倒してとしては少し弱い気もするが、あれは2連鎖しかなさそうですね。これは突撃しそうです。さあ2本練習していい感じだぞ。このまま差を開けていきたいところだな。さあ先折り GTR を組んでいく。ルートさんは連鎖着で組んでいくような形だね。お互いに安定した土台ですね。ダーズミかな。火力高そうなのでちょっと怖いな。できれば中盤戦を意識していきつつ本戦を先に打たせていきたいですね。なんかこっちめちゃくちゃ威圧してません？なんかツモ捌く場所がなくて結果として威圧しているみたいになりました。これは連鎖着側の2連鎖を使って軽減されたな。若干の邪魔が降りましたね。まあ少し有利くらいかな。さてこれは本戦確定しているのでもうどんどん伸ばしに行かないと厳しいな。対応手が何もないからな。こっちは最速来たら本戦しかなさそうだ。まあでも見た感じだとルートさんの方も本戦しかなさそうに見えるので、これは本戦勝負になっていくそうですね。だけどこっちの単発に反応して打ってきてくれたね。とりあえずできる限り伸ばしてはみたが、これはちゃんと返ってくれるんですかね。24000、さすがに返せるんじゃないか。3連勝、流れというものがあるなら完全にこちら側に来ている。そして油断して負けるってパターンでしょ。普通に可能性ありそうで怖いんだけど。さあ今回も先折り GTR を組んでいきます。ツモが割と良さげなので本戦が綺麗に組めそう。今回も本戦勝負に持ち込んでみるか。いいですねー、これは個人的に大好きな形である。さあまずここで単発が飛んでくると、これは致命的な場所には振らなかったな。大丈夫かな。本戦しかないけど最速飛んでこないかドキドキしますわ。もうがっつりこっちは伸ばしているからな。でも伸ばせって言われているようなツモが多く来ている気もしなくもない。いやーさすがにやりすぎじゃないかこれは。でも伸ばしやりたすぎて手が止まらない。マクドナルドのポテト食べてる時みたい。まあ美味しいけどな、マックのポテト。いやーこれ81でうまく発火したように見えるじゃないですか。結構デカ系だね。でもね、ここで止まっちゃってるんですよ。余計なヒーローゼロが来てしまったからな。お返しいたします。連勝ストップしました。まあでもいきなり3本稼げたのはでかいぞ。そうだね、これによって相手にもプレッシャーを与えられる。いやーでも今の本戦暴発は個人的に痛かったな。あれ最後まで繋がっていたらかなり点数高い連鎖だった気がする。僕もそう思った。だけど今回もかなりいい形を組めているのでこれも大火力本戦を打ちたい。って言ってたら置きミスしたんですけど。お待たせ、あいた1。でもこの3連鎖が直撃したな。だけどあれは惚れそうで惚れなさそうな状況だな。これは攻めるか攻めないか迷うけど、圧倒的アグレッシブの僕は攻めていきます。2。お待たせ、1。2。
普通に反転打たれましたね。はい、回転に甘えて追いつかれました。まあそこは逃げ取れているから慎重に攻めていくべきだったよな。人間して言うのは甘えてがあったらそっちに行ってしまうんですよ。なんか悟っていますねこの人。完璧です。さて、若干流れが悪くなってきましたよ。いや本当だよ、こんなに明らかに空気が変わるものかよ。置きミスを一度するとこのまま連鎖的にミスっていくからね。確かにその傾向はあるかもしれない。連鎖の構築は割と安定しているんですけどね。そうだな、本戦発火までたどり着ければかなりでかい火力が見込めるんだけどな。さて、また本戦重視のような形ですね。2連鎖落ちてきましたね。なんかわからないけど即本戦。いや完全に打たされている流れだぞこれ。なんか綺麗に組めていたからこの本戦は落ちたかった。ルート3の伸ばしにかかっているな。この勝敗はどうなるか。雲が噛み合っていませんでしたね。これは運よく勝利を拾えた。早速運ゲーしていて草。いやでもなんかありません、本戦打ちたい時って。そんな時ってあるの？そういう時アルプヨラーの人挙手。拒否されてもわからんからな。まあでもこういう風に勝ちを拾えるから本戦を最低限打つってことは大事ですよね。お前の場合は対応しなさすぎだけどな。さあ今回は連鎖木が入れにくい形ですね。知っている人もいると思いますが、この連鎖木の横3の上の黄色、これが左に配置されると連鎖木入れにくいんですよね。雪崩とかを連鎖木にするなら真ん中か右側に黄色を配置したいところだよね。さあここは2連鎖ダブルを先に仕掛けていき、妥協させたような形で本戦を打つことに成功。なんかちぎり多いな。それな、効率悪すぎてダメだわ。だけどこの黄色赤の81を使って発火していく。連鎖木は多分緑までかな。多分紫と黄色が同時で死になるけど、まあこれは帰ると思うが。これは非常にいい試合内容でしたね。いいタイミングで2連鎖ダブルを打てたな。2ダブで本戦を打たせて相手の本戦火力を上回る王道パターンでしたね。お、ルート3の形は先折り GTR だね。そうだね、だけどあれはメジャーな先折り GTR 手順ではなくて、後折りチックな先折り GTR って感じですね。連鎖木から構築していくようなパターンだな。ちょっと形があまり良くないので1回単発で消費しますか。2連鎖が飛んできたぞ。これはネックスとの紐を使って連結させて2連鎖で対応しましょう。うまく対応して相手にお邪魔を振らせることに成功したね。ただこれ連鎖木がちょっと意味不明状態なので、効率悪いけど黄色を無理やり入れていこうかな。まあでも一応入ったのかこれ。あわよくば紫も入れたいけど無理そうなのでいいかな。そんで相手はもう本戦を組み切りそうなので、この辺で邪魔をしていきたいところ。あれは2連鎖っぽいな。そこに3連鎖を合わせられた。これは3列目に来るのではないか。本戦を封じさせることに成功。あんまり形良くなかったからね。あの本戦打たれたら火力で負けてたかもしれないね。そうだね、だから中盤で倒しきりたかったっていうのがあったね。さてこれはちょっとツモのさばき方に苦戦している。めっちゃ迷っているじゃねえか。やばいなこれ、すげえ変な形になってるな。連鎖木がどうするんですかねこれ。とりあえず多重に横3は引いた。これでなんとかなるでしょきっと。座布団の信頼感半端ないな。まあこれは先打ちさせたいところですね。間違いなく連鎖数がいつもより落ちてしまうので、この2連鎖が刺さってフィールド的余裕は有利を取ることができたね。2連鎖で徐々に形を乱していきます。ここは落下ボーナス付きの単発で軽減してきたな。いやでもあれは折り返しが崩壊しているから本戦打っても大丈夫じゃないか。緑と紫が邪魔になって消すのが難しそうだな。よしよし、流れを取り戻してきたぞ。勝利まであと3本、このまま勝ち切りたい。ここから追い上げられたら気持ち的にも厳しいからな。本数が追い上げられた時って厳しいよね。この赤ゾロは連鎖に使いたいところだけど、早めの最速の対応手に構えていきましょうか。ルート3側は大きめの単発を打ってきたな。本当は黄色で左側の最速を使いたかったけど、これは引けなかったので受けてから最速を消費。でもこの方が結果として多くを邪魔を振らせることができるんじゃないか。そうだね、連鎖に部分に振るのを嫌ったんだけど奇跡的に振らなかったっていうね。さてここからどう動こうかな。お邪魔が降っていて折り返し怪しく見えるけど、あれって繋がっているんだよね。この2連鎖ちょっと厳しいので単発で軽減。でもこれ結構振るんじゃないかな。しっかり段差確保したところに2段振ったな。結果として平らになりました。よかったね、これはある意味聖地。いやお邪魔が降ったことによって平らになるのはごめんだわ。それはなんだ2連鎖。いやもっと消えるな。その量は対応できないんじゃないか。今の4連鎖は強かったな。しかもちょっと見にくかったしね。あそこで本戦確定しちゃうからダメなんですよね。そうだな、確定したことによって手が狭くなったように思えたぜ。まあキープよ飛ばすっていう手もあるんだけど、そんな技術ないからな僕には。キープよ外しは簡単だけど、キープよ飛ばしは技術が必要だからね。うん、これ形悪すぎないか。連鎖に入れにくそうだなこれは。とりあえずお互いに最速の手はなくて本戦重視で組んでいるように見えるね。これは赤紫6列目に置くべきだったかな。その方が形が綺麗になったかもな。これ回収率悪そうだな。ギリギリ5万点1回かないくらいかな。ルート3の本戦火力を上回れるかどうかってところだけど、あれにダブを転配しているよね。いや
あれにダグに見えて本線じゃないか。あ、本当だな。緑が上に乗っているから本線に繋がっているわあれ。こっちもこれで本線打っちゃいますか。どうですかねこれ。微妙に火力負けしている気がする。どうだ。最後の紫が12連鎖で連結になれば強かったな。それだったらしっかり帰ったかもしれないな。厳しいでござる。謎のござる口調来たな。これはユスケが焦った時に出る口調だよ。そうなのでござる。その設定初めて知ったぞ。ちょっと今のところいい土台を組めていないからちゃんと意識してくみましょう。って言ってる時点で連鎖日が怪しいんですけど。それな、なのでここは茨で一回ごまかします。これはそこまでダメージにはなってなさそうだな。そんで向こうも単発を打ってくると。じゃあこの辺で2ダブを展開してみて、一気に攻めます。くらえ。これは似た感じ本線しかないから本線打ってきてくれるかな。いや、2ダブで対応してきた。その消し方はうまいですね。ってなるとまた振り出しに戻るって感じですね。今の2ダブ派結果だけ見たら微妙だったな。そうだね、こっちの2ダブに対してお手間を消しながら2ダブを打たせちゃったので、最初の茨が無意味になりました。って思ったら本線打ってきてくれましたね。これは冷静に本線打てば大丈夫かな。割と早い判断だが足りるのか、感覚としては足りる気がする。両サーブは完璧ですね。しっかりに連鎖上回っていたな。今のは割と感覚でやってるからたまに相手の連鎖数の認識間違える時あるんだよね。だけど間違えなかったから今日は調子は悪くないと言える。なるほどな、割と好調ってことな。まあこのようにミスもするからめちゃくちゃ調子いいわけではないけどね。この3連鎖はしっかり4連鎖で上回れると。まあこれは早めの攻撃ってことで揺さぶれるのでは。3連鎖って微妙なんだよな。まあな、2ダブだったら強いんだけどなこれ。まあ一回ここで高く構えてある程度は耐久力を上げました。でも状況は確実に不利ですね。こっちから仕掛けないとね。時間が経てば先ほど不利になるね。一回思い切って4連鎖打ってみようかな。でも厳しいかな。しっかり組めているように見えるし。いや、あれ緑で止まっているぞ。あ、本当だね。これ刺さったんじゃないか。ってことは形勢逆転したね。いった。1手直してきます。お待たせ。よし、完全に流れが来ていますね。あと一本、これ取れれば勝ちだぞ。ここから追いつかれそうで怖い。であれ、これ全消しつもですね。これは相手が取れなさそうだから全消し取ってもいいかもね。早く全消しを消化したい。連鎖を打たれる前に。でもまだ取れそうじゃないか。あれ、落ち着いていこう。この全消しを取っていることを活かしていこう。相手側としてみれば全消しを一方的に取られているのは嫌な感じだからな。さあこのタイミングでしょうか。うん、ちょっと下手だったね。まあでもこの4連鎖で一応有利は取れるかな。一応な、でも有利振りわからなくなったけどな。まだ負けてもおかしくないレベルだね。あ、でも思ったより帰ったな。2段くらいしか振らないと思った。でもスペース的にはこっちの方がやりたい放題できるな。さあおそらく向こうから何か仕掛けてくると思うが、あれは本線らしきものだな。ってことはこちらがしっかり本線を打てれば勝ちを決めることができるな。次の青黄色を引いて発火。2負けないよ。4アクティーノ。12これは決め手にならなさそうですね。少ない時間とスペースで4連鎖作ってきましたね。まあそんな簡単には勝たせてくれないと。油断するなよ。ぷよよはまだ結構残っているからな。6連鎖くらいで足りるんじゃないかな。一応ダブルで消えるから7連鎖くらい作らないと相手は厳しいわず。やったー、ぷよぷよびっくり実況者対決制することができました。いやー、後半流れに乗れたのが大きかったな。そうだね、ミスはあったけどそれ以上に判断が正確だったのでよかった。コラボ兼対戦をしていただいたルートさん、ありがとうございました。いかったらまた別の機会でよろしくお願いします。ってことで今日の動画はここまでですかね。そういえばぷよ動画は休止しないで継続することに決めたのでまたよろしくお願いします。次回も楽しみにしてくれだぜ。